演舞開演。どうも、本日はこちらの水羊羹を食べてみたいと思います。さあ、どんな風になっているのかな。抹茶と書いてあるかな。抹茶味なのでしょうね。ではいただきます。確かに美味しいですけど、そこまで意気込まなくてもすごい。程よくさっぱりとした甘さの抹茶あんがうまい具合に口の中で広がっていって、あんこという形で羊羹を堪能することができました。抹茶あん、もっといろいろ食べてみたくなりました。まあいろいろありますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。